皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2023年12月3日16時48分。本日の、チャンピオンズカップ。まあまあ、こちらが硬いということもあって、やっぱり一番人気の馬が、勝ちました。まあ、レモンカップという馬だったと思うんですけども、先ほど、YouTube にアップロードされた動画を拝見いたしまして、良い競馬ができていたと思います。中京競馬場は最後の直線が短いので、最初から前の方へ、先頭を立って、まあ、特別ハイペースというわけでもなくて、まあ、それなりのペースであると、まあ、インをしっかりと走って、無駄な距離っていうものを走っていない、だからこそ最後まで、しっかりと体力は、持ちこたえていたと、まあ、そういうふうな競馬ですね。あと、まあ、ダートはなかなか追い込みで芝生ほどタイムが出ませんから、まあ、やっぱりああいうような、中京競馬場チャンピオンズカップは先行するレースっていうものが、向いていると思います。まあ、騎手の方のナイス判断もあるんでしょうけども、まあ、馬自体も、まあ、自然と前に行ってた方だと思いますね。まあ、途中でちょっと手綱を、締めて、まあ、ちょっとだけ、ペース調整を、されていたと思います。だからまあ、なんとなくもう、競馬界もずっとこういう形ですね。こちらが硬い状態であったら、やっぱり一番人気の馬がと、まあ、日本競馬界の話でいくとですよ。ただまあ、海外戦は海外戦で勝ちに行かなかったら、もうこれ、どうしようもないんで、まあ、こちらが硬いだけでっていうわけではないですね。まあ、こちらが硬かったら、硬い状態であればあるほど、まあ、その、競馬に対して、しっかりと対応していればいるほど、まあ、馬の能力が発揮されるとは思いますね。まあ、今日も YouTube にアップロードした内容等もありますし、まあ、その辺影響はあるんじゃないかなとは思っています。以上です。騎手の方、申し訳ないです。まだ名前確認してないんで、先ほどレース、確認したばっかりで、まあ、コメントさせていただきました。関係者の皆さん、お疲れ様でした。まあ、後でまたもう一回見ておきますけども、まあ、今、多数のレースから何か海外の馬が参加してきてるんでしたっけ？僕は、その昔の頃ね、ジャパンカップ、ぐらいで、その後宝塚記念とかでしたっけ、何か海外の馬が参加するようになったの、ちょっとまたその辺、確認しておきます。どの G1 が海外の馬が参加してきているのかと。まあ、やっぱりちょっと離れてしまうと、まあ、今年は阪神タイガースと、ヴィッセル神戸の優勝メインで、あとは、まあ、メジャーリーグはエンゼルスの方がだいぶ誤算だったんですが、翔平自体の成績は狙った通り、しっかりとした良い成績が出していたのと、それとあとは、まあ、僕が掲げている法のもとに平等、メジャーリーグでまだ、ワールドシリーズ優勝したことのないチームが優勝するべきであると、でそれを、レンジャーズが成し遂げたと。まあ、最後の方はだいぶしっかりと僕も参加して、対応してましたね。まあ、最初はエンジェルスを優勝させるつもりだったんですけども、まあ、まあその辺のところは詳しくは、大谷翔平へのメッセージとか、あの辺りを見てもらったら、阪神タイガースへのメッセージとか、あの辺りを見てもらったら分かるかと思います、状況は。以上です。皆さん、本日はお疲れ様でした。良い競馬だったと思います。